こんにちは、こんばんは。警部動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。今回は6位のエルドラド欧州戦です。選手データです。スタメン、前回ちょっと直前で追いつかれて惜しい試合でした。9位10位だったけ勝ちたい、こっちの方が勝ちにくいからな。あ、でも結構疲れが溜まってきてるって言っても出るわけじゃないんだ。ちょっと待って、ホルティール浜松を選手データ。強いです。安定してどこも強いって感じしますね。あ、前回の対戦ってどうなったんだろう。最初に戦った相手なんだ。むしろ、コーチシマントスに全力投じた方がいいかもしれないや。今の順位ですが、今年は残留を目標にやっております。あ、これ N2 だ。N2、10位ですね。もっともここ負けてはまだ11位以下には落ちません。そこを考慮して、戦っていきたいなと思いますが、疲れてる選手はいません。クルミオ・エリカか、ユーナでもいいか、に変えましょう。そして、ナナコを前に出して、マドカをサツキと変えよう。ミオと羽生田をチェンジ。カナは使え。ディフェンダー陣が強くならないといけないんですけどね。この辺は難しいな。モエと。かな。トップがある。この辺かな。スリートップなんですね。3-4-3か。ホームですね。一応勝率は高い。ホームでどこまでっていう感じですよね。もっと慣れて上がっていく羽生田。なかなかうまくはいかないですね。簡単じゃない。ボールをキープしてほしい。ちょっと緑、これは無理があるんじゃないか。緑ワンツーと取られてしまいました。ここは油断禁物のところ、特に終盤ですよね。おっと、ミランコ、ワンタイチになった。ここ気をつけろ。助かりましたよ。おっと、なんと、波状攻撃が、エルダード欧州に先制されました。これですね、バーに助けられたんですが、この後、センタリングを上げて、ミランコか。あっさり取られてしまいました。おっと、もういった。おっと、ナイスキーパー。この試合は同点ならまあいいかなっていう感じです。おっと、ツワーッと流れてしまった。残念。さあ、ピンチが続きます。この辺のオフサイドか。
逆サイドへの動きがうまいんですよね。蹴りキックが。守備が翻弄されてます。おっと、コースです。あっと。残念。ファールか。さあ緑が蹴れます。すごいな、確実に持っていってる。流れてしまった。危ない危ない。ユーナうまい。さあラストチャンス前半、シュート打ったがこれは決まらず。キーパーもなかなか強いですね。まだ交代には早いかな。あえてユーナをエリカと入れ替えよう。さようかな、入れる。ちょっと早く動いとこう。サチコもいるんか。まあ、さようと変えたいね。あとはディフェンダーをどうするかなんだけどな。さあ思い切って2人チェンジしてました。あっと早くもゴール前。ファールじゃない、オフサイドか。ちょっとディフェンダーの動きに難が出てるし、一人変えよう。みゆきチェンジと変えるかな。オサイドか。なかなか足がついてきた、来ないですね。同点に追いつきたい。さあチャンス7個。相手の速さのスピードの方が上なんですよね。さあこれピンチだぞ。またバーに助けられた。リドが上げる。ここも気をつけろ。さつきが、おっと思い切って通った。シュート同点。一瞬のチャンスを逃さない緑、さすがです。ゴラッソ緑。さあここはもう一点取るか、守り抜くか。うわーすごい。あーこれやばい。うわあ、悔しい。ここのこのドリブルじゃない、パス回しすごいな。知って縦に切り替えて、この緩急のすごさ。さあ羽生田が縦に上がっても再びピノにやーっと届かない。ここの差なんですよね。結局チャンス量が違いすぎると、いきた。3点目だ。終わった。
戻る。飛び込んできたミランコ。おっと、大きな縦パス？誰だ？シュート打てないんですよね。そこの前まで飛ばされる。さあ、ここはミド。ダメですね。マークがきついね、なんせ。フォワード陣への。もう、力尽きた感じです。諦めるなんて、残り時間考えたらもう、しんどいよな。次の試合期待しましょう。次絶対勝つんだってつもりでやりましょう。カルチョビット来ました。さあと流れちゃうんですよね。そこで試合終了です。この切り返し、さらにセンタリングうまいんですよね。それが通っちゃうとこがやっぱりこの強さにつながってるような気がします。チャンスはずっと続いてたんですよね。ここはバーに助かりました。しますが、ここは高くいった。そして後半19分、ミドにパスが通ってワンチャンスを逃しませんでした。ここだけは会心だったんですよね。守備が裏をかかれてオフサイドじゃないのかな。ただすぐもう取っちゃうのがパス回しのうまさ。龍崎は躊躇なく蹴って宮田が出なかったんです。パイロでミランコ。趣味の確かにね、あれが落ちてくる頃なんだよな。で絶望的な4点目。1点差ならまだな、通用するんだけどな、チャンスあるんだけどな。2点差になったらもうしんどいよな。まあシュートの数、枠内の数とも違いすぎますよね。まあシュートの絶対数ですね。3点差ですか、函館ペンタゴン。3勝7敗。ああ、まだ 100% いてくれるんですね。サポーターの愛情深いわ。嬉しいです。さあ、これで、高知島として今7位なのか。ただ、前回は勝ってるんでね。まあ、C も多いですし。これはベストメンバーで必勝を狙いたいとこです。いつの間にかシマントス勝って4勝6敗になってんですよね。得失点差もプラス1か。なんで？あ、筑波田釜にも勝ってんのか。
ここ非常に重要な試合になるかと思います。応援してください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。